宮ヶ瀬ダム周辺振興財団の愛ちゃんがお送りする宮ヶ瀬愛チャンネル。このチャンネルは宮ヶ瀬の魅力を私愛ちゃんが発信していきます。今日はネイチャー山田くんが宮ヶ瀬湖周辺の自然を皆さんに紹介するネイチャー山田の宮ヶ瀬探検隊シリーズの第2弾になります。ネイチャー山田くんです。どうぞよろしくお願いします。はい、ネイチャー山田です。前回はですね、はい、広い宮ヶ瀬湖畔園地の中でも小中沢園地というところを探検しました。はい、今回はですね、小井沢園地を探検していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは春を告げる野草を探そう続編ということでよろしいでしょうか。はい、はい、ではまた探検に行きたいと思います。では行きましょう。はい、今また山田さんが発見しました。教えてください。はい、こちらの野草、はい、前回の1回目で登場した野草なんですが、名前覚えてますか？覚えてます。ヒメオドリコソウです。はい、そうですね、ヒメオドリコソウ。覚えました。前回と比べてどうです、生え方とか？はい、前回の時は1本2本っていう形だったんです。ここを見る限りたくさんあるように見えるんですけれども。そうなんですね、はい、そう、前回は、はい、1、2本単体で生えてたんですけれども、はい、今回まとまってたくさん生えてますよね。たくさんあります。うん、はい、植物の、はい、種の散布方法、はい、飛ばし方について紹介したいと思います。はい、植物はいろんな手段を使って種を遠くまで運びます。はい、自分で歩けないので、はい、利用できるもの全てを利用して飛ばします。はい、タンポポはどうやって種を飛ばしますか？わかります。綿毛です。綿毛、はい、そう、花が終わって、はい、綿毛ができますね。はい、タンポポの綿毛は風に運ばれて遠くまで飛んでいきます。はい、ではヒメオドリコソウ、はい、どうやって種を飛ばすのか。ヒメオドリコソウの種です。はい、茶色いのが種で、はい、黄色いの、これはある生き物が大好きな物質が種にくっついてるんです。はい、ということはヒメオドリコソウはある生き物を利用して種を遠くまで運んでもらう。種を遠くまで運んでもらう、はい、とモグラとか。モグラです。はい、正解は、はい、何でしょう。アリ。アリさんですかね。アリに種を運んでもらうと。アリさんがここが好きなんですね。そうなんです。はい、アリはですね、はい、この美味しいのがついてるヒメオドリコソウの種を巣まで運びます。はい、で巣の中で食べ終わるとそのいらなくなった種を外に捨てますよね。はい、そうするとヒメオドリコソウの戦略通りで外に捨ててもらうことで芽生えて、でさっき見たようにたくさん生えると、はい、ね、ここたくさんあります。ヒメオドリコソウはアリを利用して仲間を増やしていく、そういう方法があるんです。すごいですね。はい、はい、アリの巣を見つけました。この草むらの中に大きなアリの巣があります。はい、この芝生注目してください。はい、紫色の綺麗な花わかりますか？はい、なんかいっぱい咲いてますね。いっぱい咲いてますね。はい、そう、これはヒメハギ。はい、姫っていうのは、まあ、小さいを意味する言葉なんですね。はい、で、萩は、まあ、秋に咲くあの萩の花、はい、まあ、季語にもなってますけど、はい、その萩に似ているちっちゃい花ということで、ヒメハギという名前がついてます。はい、でこれもアリが好む物質が種についてて、でアリを利用してどんどん増えていくと、まあ、アリ散布のうちの一つの植物ですね。こちらはスズメのエンドウ。爪のエンドウ、はい、前回紹介したカラスのエンドウ、はい、覚えてます。よりもはるかに小さいですね。はい、でたまたま偶然横にカラスのエンドウ、あ、はい、ピンク色の、はい、つぼみですけど、はい、大きさ比べてみてください。全然お花の大きさも、葉っぱの大きさもちょっと違いますね。そう、全然違うんですよ。はい、これ、うん、カラスとスズメと鳥の名前なんですけれども、はい、どういった関係があるんでしょうか？まあ、カラスよりも小さいスズメ、はい、っていうのと、カラスのエンドウはですね、
まあ、エンドウ豆なるんですけれども、はい、それが熟すとカラスみたいに真っ黒になる。あ、豆が真っ黒になる。で、そういうところからもカラスのエンドウという名前が付けられてます。いや、そう、あれですね、あの名前にもいろいろな面白いエピソードがあって楽しいです、うん、はい、はいはい、次は何でしょう。こちらですね、はい、ちょっと遠くから見ると杉菜っぽく見えるんですが、はい、杉菜みたいな葉っぱしてますね、うん、よく見ると白いちっちゃい花が咲いてるの。すっごく小さい花が咲いてます、はい、これね、ちょっと変わった植物で、まあ、名前がですね、カナビキソウと。カナビキソウ、カナビキソウですね、はい、で、何が変わってるかっていうと、これは半寄生植物、まあ、寄生植物っていうのは光合成もしないで、はい、完全に他の植物に寄生をして栄養を全部吸い取ると言うんですが、これは半寄生なので、はい、自分は光合成をします、はい、光合成をしながら、足りない栄養素だとかを宿っている植物からもらうと、それで成長している。で、これ何に宿ってるのかっていう話なんですけれども、はい、下を見ると芝、ここ芝生なので芝がたくさんありますよね。で、このカナビキソウは芝に寄生をする植物と。こんな可愛い小さな花を咲かせるには、そういう寄生というようなまた生き残り方があるんですね、はい、お勉強になります。はい、こちらにちっちゃい可愛い花見つけました。すごく小さいです、ね、よく見ると花弁が青くて真ん中に黄色い模様がありますね、はい、青と黄色、はい、見えます。これはキュウリグサと。キュウリ、野菜のキュウリですか。キュウリグサ、キュウリグサ。由来はですね、はい、葉っぱをちぎって揉むとキュウリの香りが。へえ、それでキュウリの名前がついてる、はい、で、キュウリグサですね。キュウリグサ。で、そのすぐ隣に白い、結構似てる花なんですけど、はい、これ同じ花じゃないんですか。違うんですよ、うん、そう、これはナデシコ科と、ナデシコの仲間で、ノミノツズリと言います。ノミノツズリ、名前にノミがある、はい、ノミノツズリ、生き物のノミいますよね。あ、はい、小さいノミですよね。ノミ、ダニのノミ。ツズリっていうのは昔の言葉で、まあ、服を表すんです、はい、ノミが切れるぐらいちっちゃい葉っぱっていうことから、ノミノツズリっていう名前がついてますね。名前がおしゃれですね、はい。あ、なんか蜂の巣みたいなのがあるんですけど。お、何ですか。あ、これは危なくないですか。大丈夫ですか。これはキノコで、はい、アミガサタケ。キノコなんですか、はい、これ、これキノコだそうです、はい、これね、はい、あのフランスの方で、はい、モリーユって言って高級食材なんです。キノコなんで、はい、確信、本当に 100% 大丈夫かっていう確信が持てないのは、はい、絶対に食べないようにしてください。わかりました。これも、美味しいんですね、でも似てるもので猛毒のもあるので、はい、一応ね、キノコは気をつけてください。わかりました。これは自然にあるものなんですかね。そうですね、広葉樹、はい、コナラとか、はい、まあ、ここにもコナラの木ありますけど、やっぱりこういう林によく見られるキノコかなと。私初めて見ました、はい、アミガサダケ。アミガサダケ、はい、はい、今この辺ジャブジャブ池のあたり今歩いてるんですけど、なんか砂地のところでなんかポチポチと足跡なんですかね、これ。そうですね、はい、これは鹿の足跡かな。鹿さん、ひづめの跡ね、はい、爪が2本。そうですね、宮ヶ瀬周辺いっぱい鹿さんいますもんね、はい、駆け回った跡があります。へえ、これどっちに向かって歩いてるんですかね。これはこっちですね、はい、あ、じゃあ川の方に向かって、あ、じゃあひづめがこう入ってるような、うん、とんがってるのが頭だと思う。あ、こっちが、こっちがつま先、はい、へえ、すごい、ここはっきりと足跡がいくつか見えますね。これはイノシシかな。へこんな近くに。鹿は爪がこう2本だったんですけど、はい、これよく見ると 1,2,3,4 本、はい、あ、これがイノシシ。イノシシですね。で、こっちは鹿だと思います。2本なんか生息が一緒に来てる感じなんですかね。あ、で、これもイノシシ。これもイノシシかな。
いいですか、はい、じゃん、なんか変わった虫、落としぶみの仲間ですかね。落としぶみって虫さんですか。うん、なんかこの子の首が長いんですけど、首が長い、あ、後出ちゃった。はい、ネイチャー山田の宮ヶ瀬探検隊いかがだったでしょうか。ネイチャー山田さんいかがでしたか。はい、今日もね散歩しながらいろんな野草に出会えたと思います。はい、でね、予期せぬ、はい、あの高級食材との出会いとかね、はい、びっくりでした、ありました、はい、次回は、まあ、植物だけにとどまらずね、はい、あの昆虫とかいろいろ紹介していきたいと思います。はい、またまたどんどん期待しておりますので、はい、山田さん普段前も聞きましたけど何してるんでしたっけ。だから経理のお仕事をしております、はい、今日はイラストなんかもあの登場していただいて、はい、はい、これからも活躍お願いします。ありがとうございました。それではですね、これからも宮ヶ瀬湖周辺の情報をどんどん発信していきますので、チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ネイチャー山田さんと今巡ってきました。ネイチャー山田と行く宮ヶ瀬探検隊いかがだったでしょうか。はい、今日はどうでしたか。なんか